こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日も美味しいお店をご紹介いたしますので、メモ代わりにチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。今日は札幌の住宅街にある大人気のラーメン店に伺います。車で行ってもこんな住宅街の中を通っていくお店になります。着きました。今日お伺いする八の木さんになります。東京からわざわざ来ても行きたかったお店です。前回伺った時はお休みで泣く泣く帰りました。営業時間はこんな感じです。水曜は夜なしなので注意が必要です。今は平日の12時50分頃なので列はありませんでしたが、店内は満席、店内待つ席に2名待たれていました。ラーメン以外の映像はここまでです。ラーメンは OK、 店内は NG、 発券機に店内禁止、ランベイは OK と貼ってありました。来る人みんなラーメン取っていいか聞くんでしょうね。八の木さんの場所ですが、電車の場合は JR 八寒駅から徒歩11分ぐらいです。冬は11分では無理だと思います。店内にこんなポスターが貼ってありました。これはすごいですね。ラーメン博物館で30年前のすみれラーメンが復活するみたいです。八の木さんは2月2日3日に参加をされるようです。絶対に伺いたいイベントです。ラーメンが来ました。他のものが映らないように注意します。店内は NG と張り紙がありましたのでラーメンだけです。パッと見さゆみさんに似ているような気がしました。スープは当然表面に油の膜があります。嬉しいのは油の膜が他の店舗より多い気がしました。本当にスープが熱い、これがうまいんです。八の木さんのチャーシューは余分な脂身が少なくて、サシの入ったいい肉のように思えます。麺は北海道らしい森住製麺の中太縮れ麺です。麺の硬さもちょうどいいですね。たまにやたら硬い店ってありますよね。さすがすみれ系ですね。チャーシュー以外にひき肉も入っていました。チャーシューをスープに沈めて油を少し柔らかくしたいと思います。いや本当に油がサシのように入っていて、スープで温めると抜群の柔らかさです。このチャーシュー本当に美味しいです。チャーシューが人気と聞いていましたが、納得の味です。生姜での味変はもうちょっと後にしたいと思います。マジで美味しいです。スープの味はすみれさんより塩分控えめだと思います。少し味噌の甘みを感じるようなスープだと思います。本当に美味しいです。自分の中の純すみ系の順位が変わるぐらい美味しいです。ラーメン以外は取ってはいけないので、お店の様子をお伝えすると、開店してから
7、8年は経つはずなのですが、まるで新装開店のように綺麗な店内でした。すみねさんから送られた八の木さんの看板がとてもかっこよかったです。すごく好感が持てたのが、神棚をきちんと祀っていました。あと行かれた方は時計を見てみてください。八の木さんの家紋が入ったかっこいい壁掛け時計でした。取れなかったのは残念ですが、他のお客さんが映ってしまうので多分ダメなのでしょう。もうそろそろ生姜で味変をしたいと思います。この生姜が味噌ととても合うんです。ラーメンがさっぱりする感じになります。チャーシューが熱いスープでいい感じに柔らかくなっています。脂身ばかりじゃなくて本当にいい肉のチャーシューでした。何度も言いますが本当に美味しいです。本当に美味しかったです。こちらこそ感謝の一言です。ごちそうさまでした。車で行く方へ、これ重要ですよね。八の木さんの前がコンビニなので止めちゃう方がいたのかもしれません。すぐ近くにこれだけ駐車場があるのでちゃんと止めましょう。絶対にって書いてありました。関東圏の方はぜひ行ってみましょう。八の木さんは2月2日3日に参加されるようです。本当は各店舗のラーメンも食べられるとよかったんですが、30年前のすみれぜひ食べてみたいです。参加されるお弟子さんによって味が変わるのでしょうか。せっかくなので2回くらい行ってもいいかと思います。ごちそうさまでした。元西区民なので八の木さんができてすごく嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたらいいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。